ギレイ、すげえ、いや顔感動かな。いやそれだね、俺もそれしか思いつかない。最初会った時も同い年中上とかそれへんかなと思ったぐらい。もう少し若さが欲しいですね。若いけどフレッシュさんが欲しいですね、あいつにはまだ顔と年齢が欲しいですけどね。まだ追いついてないんじゃない。ただあ、はい、もう昔からですね、はい、高卒で入ってから高校の時も言われてましたかね。いやまあ自分の中ではまあ、あ若いなって思いますね。高校の時とかの写真見たら、まあ、僕はこれからが勝負だと思ってるんで、みんなが老けていくけど俺はこのままいるっていうのが。まあ真面目だったと思います。みんな怒られるのが嫌いだったんで、先生とかにも宿題とかもちゃんとやってましたし、うん、そうですね、真面目、いい子だったと思います。チームで一番うまかったかって言ったら2番目ぐらいだった気がします、ね、常に漠然とというかプロになりたいとは思ってはいましたけど、なんかあんまりなりたいなりたい言ってなれないのもちょっとかっこ悪いなって思って、そんなになんだろう、作文とか将来の夢とかでそんなに書いてなかった気がしますね、自分の中で、はい、中学でユースに上がれないと言われて、でまあ高校サッカー行くってなった時に市船は名前は知ってたんで、やっぱりそれでですかね、強い憧れがあったとかではないですけど、ネームバリューというか、入学して最初ぐらいの練習で、まあ、マグネットあるんですけど自分のなかったんで探したら A のところにあって、なんで俺 A チーム入れるんだろうみたいな、びっくりしましたね、はい。長身で左利きっていうのはすごい、なんていうんですか、そこを評価してくれてというか重宝してくれたっていうのは後々聞きましたけど、高校までは本当に対して僕自身も何だろう、重要視してなかったというか、左利きでもキック別にうまいわけじゃなかったですし、そんな左利きに対してなんか特別感はなかったんですけど、1年生の時から割と試合も出してもらってたんで、こんなに何だろう、うまくいくんだみたいな。まあ高校で初めて世代別に選ばれましたけど、全然中心でもなくびっくりして終わっちゃった記憶があって、高3になって同級生の原も選ばれて、で原はワールドカップアンダー20ワールドカップの予選も選ばれてて、僕っていうよりか原の方が上まで行ってたんで、なんですかね、別にそこで満足はできなかったですし、常にやっぱ競う相手がいたのは本当に恵まれてたなと思いますね。多分インターハイ前にはもう自分の中では決めてたと思います。本当になんていうんですかね、伸び伸びプレーできたというか、練習参加でも、それが何だろう、一番大きかったですかね。練習の雰囲気とかを作ったような調査でしたし、練習生の僕にも話しかけてくれるぐらい気さくというか、そういう人で、すごくそういうところも僕に合ってたというか、ここでやってみたいというふうに思いました。まあ、その年に J2 に落ちちゃいましたけど、なんていうんですかね、1年目からそんな活躍はできないだろうというか、そんなうまくいかないだろうと思ってたんで、別に J2 でもいいやというか、当時降格する可能性もありましたけど、まあそこは関係なく選びましたかね。覚えてますね。まだ
卒業もしてないんじゃないですかね、多分勢いというか勢いよく行ってましたね、はい、うまくいきすぎというか、やっぱり最初から J2 で試合に出て昇格もできて2年目には残留もしてルヴァンも取ってっていう風に本当になんていうんですかね、びっくりするぐらいうまくいってたと思います、ね、はい。Shotties in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'ma die by night. We ain't talking cat, we gon' run it back. まあタイトル取れてその前の年に選手も中心で戦ってた選手はある程度残った中で新戦力迎えて、まあ夏場とかやっぱ結構勝ててた中で。本当にここから上目指すぞってとこでああいうことがあったんで、すごく残念でしたし、あのまま行ってたらどこまで行けたんだろうなっていう風な期待感もありますね、すごく。まああの年も結局プレーオフの順位まで行ってしまったんで、まあ、あのまま何もなく行ってたらというか、そうしたらまた別の選択をしてたかなというふうにも思いますし、すごく難しい判断でしたけど、僕の中で一回やっぱもう一段階レベルアップしないと、これからこの世界で生きていけないなっていうふうに感じてたのが事実で、やっぱそれがきっかけというか決め手というかで決断しましたかね、はい。そうですね、やっぱりきつかったですね。ここまで試合出れないことはプロ入って初めてでしたし、あんまりそうですね、リスクを取らない僕の中では結構リスクを取った移籍だったのかなというふうに振り返ると思いますし、確固たる自信があって移籍してしたわけじゃないというか、どちらかというと自分の力を試したいというか自分の立ち位置を知りたいっていうふうにしての移籍だったんで、まあ、うまくいかないことも考えてましたし、まあ、オリンピックの都心に移籍することになりましたけど、それでも、まあ、オリンピックが全てじゃなかったんで僕の中では、その先のサッカー人生のためにも、オリンピックのためだったら残った方が良かったかもしれないですけど、それよりも僕は自分の成長をのために決めたっていうのはありますかね。まあ、鹿島に行ったことも、ここに戻ってきたことも僕自身後悔してないですし、すごく正しい選択が正しいというかいい選択ができたなって思ってますし、まあそれ一つ一つつながって今があるんで、ずっとうまくいくサッカー人生じゃないと思いますし、早いのかわからないですけど、そういう早い段階でやっぱ試合出れない悔しさとかそういうことを知れたのはすごい今となっては本当に良かったなと思いますし、まあ、それを経験にしてもっともっと成長していきたいなというふうに思います。